現場のテンションがものすごく低い新宿からお送りいたします。参ります。水曜日の夜いかがお過ごし。ゲイタイガーガイ噛んじゃったじゃん。ジェラルクラブエネリダーイエーイゲイゲイデイシャツシャツこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。参ります。激アツシエルペテルだイエーイキキイデイシャツシャツ。ハルさんやる気ありますか？ハルさんもう最初真顔でしたけど久々すぎてマジでやる気ありますか？マジでここまで何も喋ってないハルさんさあ、ということでですね、本日はこのメンバーでお送りしたいと思いますね。何左から春、宮子、ね、優斗という感じでやっていきますから、今日はね、春さんちょっとナイーブな時期なんで、気持ちがね、まあ、ちょっといろいろ近いね。そう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 、なんで、春さんの外見に対してのツッコミは本当ご遠慮いただきますようお願いいたしますね、皆さんね。そう、傷ついちゃうから。傷つくから。傷つくとね、ね起きましたけど、私の速攻来てるけどなんかすみません、目が悪くてちょっとコメントが全然わからないんですけども、なんかちっちゃいやつないんですか？ちっちゃいやつですか？まあいいんだけどね。俺読めましょうか？読んで読んで。顔でかっ。誰が？俺？分かんない。俺か？俺？俺か？でもこうやって見るとそんなでかくないよね、ハルさんね。俺が一番でかいんじゃないですか？いや、まあそれはでもほら体格がね。あ、すみません、なんかありがとうございます、ほんとすみません、なんかね、春ヤクザみたいやなってきてる。ヤクザみたい？本当に？いやー、一丁らなんだけどね。あ、シャツの色カノさんがありがとうございます。色カノなんですか？色カノいるんだよ、シャツさん。え？マジで。え？シャツさん色カノいるらしい。マジで？マジですか？初耳、初耳。シャツさんね、チャラいらしい。やっぱり。あ、やっぱり？やっぱチャラかったらしい。やっぱりすごいな、すごいな。教えてください。ね、もうビンダお願いしますって。どういうこと？いきなりどうしたの？さあ、こんな感じで緩い感じやっていきますからね、皆さんね。結構ね、コメント拾おうかなと思ってるんですよ、今日は。そうだから、ガンガンコメントください、皆さんね。今日は何がテーマって？何テーマ、テーマ欲しい。テーマ欲しい。何にする？テーマ、テーマ。ハルさん、やる気ありますか？あるよ。なんやそのメガネ。100であったら97ぐらい。マジか、マジか。結構高いっすね。マジか、だとしたらたかが知れてんな、実際。マジで、やばいな。いいね、しようぜ。みんなテキーラ飲ませたがるの。テキーラね。そう、ウェルカムテキーラサービスしますから、みんなね。店来てください。何テーマ、何テーマ、どうしようかな。生きる。深い。深いね。ちょっとしっくりきてないんでしょ。うん、じゃあテーマ変えるって。いや、深いねって言ってみたら、言ってみたら分かるでしょ。全然しっくりこない。そう、なんか上の空のニコ生やめてもらっていいですか。何やってんのさっきから。本当にずっと上の空だけど、どうした？いや、久々だからね。恋煩いか、お前。恋煩い、学生以来してないわ。テーマ恋煩いにしますか？そうするか。まず恋煩いから説明してもらっていいですか？いや、なんか結局あれでしょ、そこもさじ加減でしょ。全然わかんないです。いや、恋煩いって要はあれだよ、なんかあの人のことを思いすぎてなんか何も手につかないわみたいな状況のことを恋煩い。そういう状態なんですよ。そうそう。今やべ、思春期か。思春期。思春期やないかやろ。そうそうそう。だから全然これあれで、コメントしとく、コメントしとく。起きてきた。恋煩いね、なかなか僕したことないですけどね。いや、でもやっぱ悶々とする時期って絶対あるじゃない、中学生時代とかさ。あ、19の時そうでしたね。じゃ遅くない別にいいとは思う。そうそう、もうすぐ20歳の時そうだったね。なんかね、あれだったよ、19のクリスマスの時にあれでしたよ、クリスマスプレゼントはいらないからみたいな。まあ、お金もないし学生だしね、お互いね。じゃあやめようかっつって、じゃあやめようねっつってって言ってた
ね、言ってたんだけど、実はやっぱちょっとサプライズでやっぱやりたいじゃないですか。まあね、サプライズでないないといいっつ、ないないっつ、いつほらわっつって、ね、プレゼント、そうプレゼントあげたいじゃん。で俺ちょっとサプライズで、あのその時ちょっとね、あの俺千葉でその子東京に住んでたんだけど、あの車で行って、夜中車で行ってゆず聴きながら、この長い長いこの長い長いってなっちゃう。そう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 、で行って、で、まあ夜だから、でも電気ついてたから、お、そう、だとりあえずでもこう、なんつうの、ポストにこう入る程度のね、プレゼントだからこう入れたんですよ。あいつ起きたらびっくりするかな思って。でもなんかやっぱ来たから気になるじゃないですか。やっぱ作戦を変更しようと。作戦変更してピンポンってやって出てきたら来ちゃった的なプレゼントもあるんだよみたいな、そういうのにしようと思ってピンポンするんだけど全然出てこなくて。でもしょうがないからまだちらって覗いたら、男の子と寝てたっていうことがありましたね。素晴らしい。いや俺今の話一個感想言うんだれば、ここにゆずしか入ってこなかった。ゆずしか入ってきてなかった、ね、今のところ本当に、本当に、あ、こういうシステム。あ、こういうシステムなのね。なるほどなるほど、そういうこと。これなんかテキーラ出てくるんだね、これね。いいんだ、本当そういう感じね。マジ、うん、そういう感じか。テキーラビンタしてたね。あ、なるほど、それで動いてみたってことですね。そうそうそう、え、何、どういうこと。それでテキーラが今出てきたと。あ、そういうことね。ハルが興味なさそうだよ、田中と。お前最初から知ってるわ、お前。隣にいるんだからもう温度感半端ないぞ、これ現場の温度感が。全然話聞いてなかった。聞いて、なんで、どうしたの。聞いてなかった。どうしたの、なんで振られた。振られたの。本当にマジ。あ、そう、お店行ったらね、生キュインキュイン見れるよ。みんなでやりますよ。みんなでやりますよ、それ。大丈夫ですよ。オールコール並みに。本当にもう、今のところ店に行きたい気にはならない。俺、こういうの大好きだ。こういうエグい感想、すぐ拾いたがるからね、コメントね。本当ね。迅速に働くスタッフ、ね、最高。最高。ね、そしてテキーラがつけないっていう。でも、あれ何飲むの。じゃあ何、一発ケーキ付けにやっておきますか。やる、せっかくだから行きましょうか。それ、これつけます。ね、あの、そういう仕事率先してやるときって本当にやる気ないときだよね。喋りたくないですよね。ね、本当にありがとうございます。そう、キュインキュインね、この前ね、この見ましたっつって来てくれた方いてね、やりましたよ、もう全力のキュインキュインを店で。俺、全然ローテーションで行きました。え、田中、V ネックいいじゃんって来てんだけどさ。おっ、マジ。あとね、これダッサいってずっと言われてたやつだよ。でも V ネックいいでしょ。 V ネックいいの、これいいと思います。本当に、はい、大丈夫。ハルさん、V ネック、V ネック、V ネックだね。はぁ、それ V ネックなの。よれてない服だよ。 V ネックなの、これ。これまあ来て2回目まで。ほんとによれよれじゃないですか。ですよ、こういうものなの。こういうもの。皆さん、あんまり口の目ライブなんで。恋煩いなんで。恋煩い。いや、ダサいわ、マジで。やかましい。やばい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 、忘れたい。さあ、ということでね、ほんとにマジで、あの、ハル、どうしたのこれ。ハル、どうしたのこれ。このサイズ感どうしたの。このサイズ感、このサイズ感どうしたの。え、つうかさ、俺さ、思うんだけど、なんなの、俺たちが飲むとこ見て楽しい。みんな楽しいの。さっきあれでしたよ、ホストラスさんの店。いや、別に飲めばね、っていうか変な話ですよ。なんか飲めばホストラスさが見せられるんだったら全然飲みますよ。じゃあ、え、待って。お前、ダチョウクラブのネタが早いよ。今行こうかと思ったら、もう来ちゃったんで。早いよ、すぐ落とすなよ、お前。何やってんだよ。え、今日田中今日イケメンじゃねえ。イケメンじゃねえってどういうこと。じゃない、イケメンじゃねえ。あ、じゃねえの方。イケメンじゃねえじゃん。イケメンじゃねえ。文章だけどすごい分かりづらいですね。どうなの、飲んだらホストっぽさ出んの。飲んでみたら。本当に、とりあえず飲んでみたら。出た今。出たどうなの。いや、まあ出た。まだ出てないから。まだ出てないの。まだ出て
ないかもしれない。まだ出てないの？量が足りないかもしれない。あ、そういうことなの？え、何酔わせて今日どうすんの？え、俺を酔わせてどうすんの？みなこさん、インカム喋れなくなっちゃう。インカムで喋れなくなっちゃう。あ、さあ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 、どういうこと？もうそれ社長に怒られたらええんちゃうかな。社長ね、大体マジで何やってんのお前。お前何やってんの？お前何やってんの？え、もう一回コールも、あ、コールしてほしいわけ。あ、そういうことか。そういうこと、みんなそういうこと。え、今日ハンサムなの？ハンサムですね。あ、ハンサムらしいよ俺。マジで。あのさ、何通り魔。え、なんなの？やることはないの？一応この毎週出たよっていうこのあれですよね。あ、通り魔だな、やっぱな。なんなのあれ。お疲れ様。あ、お疲れ様。さっと靴下半分脱いでなんか素でお疲れ様とか。大丈夫これ。こう、渚そう。あ、帰りましたよ、渚。渚ね、はい、もう。じゃあ出勤だ。ただの通り魔だった。8時から営業だからね、今日ね。本当にマジで。え、何？あ、そういうことコールとかしてほしいわけ、みんな。なるほど。そういうこと、グイグイとかやってほしいわけ。多分そうですね。それを求めてるんですか？若干バカにしたような言い方だったけど、そういう意味じゃないよ。そういう意味じゃないよ。乾杯した、なんだっけ、乾杯、違うな。乾杯したら。あ、そう、したらね。乾杯したらとか。そういうこと？ちょっと待って。ちなみにパサージュってもうないですからね。確か。え、何？パサージュってあれですか？パサージュって何？パチンコですよね。あれ？俺だけ？あの、お前何やってんの今日。俺さ、俺今、あの、カルビーで何やってんの？結構投げかけてましたよ、今。え、俺、やばいよ、今仕事終わりみたいになってるよ、今。半端ないっすよ、先輩。え、これが仕事か？そうだよ。そう、もう帰る雰囲気出てる。昼食か？今帰ってないけど、羨ましいなと思って。あ、羨ましい。ふざけんなよ。その流れで出てた。ちょっとアップください、もう春のアップ、もう今日は。今日春のアップください、もう。あと、もう、残り時間全部春さんのアップ。もう全部春さんのアップ。こちらもこのだらしない顔はマジで。3秒重たい。じゃあ今日俺ハンサムらしいから。今日の俺。え、なんでそこノーコメント？言うと何ですこれ？俺だっていつもハンサムだ。おー来た！あ、来たこれ。ね。桃屋。ご飯ですよね。はい。桃屋。春飲めっつ。春飲めっつ。ね、渚もダサキャラになっちゃったのか。なぎさんはまあおしゃれっちゃおしゃれだけど、なんだろうな、あのキャラクターが出てっていいよね。まあそうだね、服にね、なぎさらしいよね。そうあとまあちょっと画体的にやっぱ似合う服似合わない服あるからね。なぎさのスーツ見たことあるから、みんなひどいよ。ひどい、ひどいよ、なぎさのスーツひどい、ビリビリです。ジャケットとかなんかあの太ももがスピードスケートの選手みたいになってる。パンパンやん。いや、そうそう、これ大丈夫？モビルスーツ。あ、これ今度は、え、渚と宮古でダサファッションコーナーしよう。あ、それが一番盛り上がるんですか。これは、なるほどね。逆にだからダサホストっていうのをこう目指していこうかな。なんか最近なんかネオホスとかあるんでしょ。なんか流行ってる、ね、ネオホス。ネオホスってあるでしょ。ダサホスト。でもやっぱ逆のあれだよね、ダサホストっていう、うん、そういうジャンルとかどう思います？もうね、もう振らないから。もう話じゃ振らない。今日座ってていいから。もう今日座ってていい。今日置物やろ。本当の置物やろ。ああ、これ見たもう春のファンはがっかりするだろうな。もうがっかりするだろうな、これは。店でも多分こんなんなんだろう。本当にもう。しれっと飲んだんですか？うん、そう、しれっと見てったよ。で、すげえまずそうな顔したし、お前。そうっすね。本当に。死んでるかしら。燃える燃えるよ。てか本来なんかテキーラってなんか日本酒のチョコみたいに飲むやつじゃないからね、これ。瓶に行くんですか？え？瓶に行くんですか？なになに？え、だから、え、酔わしてどうすんのお前。え、なんなのその感じは。怒られてしまえばいい。社長にね。ハルさんなんか最近それっすよね。うん、本当に。誰かが怒られてしまえばいい。困ってるとことか。
困ってるとこ見んの。いやマジですごいんだ、嫌なんだから。インカムでおい宮子お前今日使い物なんねえなお前とか散々言われんでしょ俺。それを見ながらクスクスしてクスクスしてるでしょ。でヘルプつきながらさこう笑ってんだけど、インカムでそんなこと言われるからさこうってすいませんねえそうだねマジねすいません嫌でしょ最悪やな。俺はそれが好きだ、うん、好きなんすよ。すごいすごい。さあ、ということで後半も、まだまだ続くよ。激アツシアルフェデルだ、イエイエイキュイキュイテイシャッツシャッツ。あ、ちょ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 忘れんなよ。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン。金も女も全てを手に入れて、これからこの歌舞伎町で一番のホストに。マリル携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。さあ切り替えていこう、切り替えて。よし、頼みましょう。切り替えていこう。頼みましょう。切り替えていこう。そうだよ。もう営業始まりましたから。そうですよ。そうだね。もう始まり、もう今始まりましたからね。ということで参ります。激アツシアルフェデルタイ。イエーイ。キキデイ。シャツシャツ。はい、ありがとうございますね。ね、ハルさんあんまりエンジンかかってないけど。いやでもね、怒ったからもう CM 中に。おハルマ何考えてんだと。めっちゃ怒られました。めっちゃマジでお前何やってんだお前っつって。なんだあの様はと。あとなんで俺が怒られればいいって詰めてるどういうことだと。だからうるせえって言ってうるせえ仲はいいんだよ仲はいいよね仲はいいね仲はいい仲はいいんですよ。ちょっとね、もう春、もう恋煩い春とかにしたら名前うん、恋煩い絶対に嫌なんだけど、どうする一回、一日限定で。なんだろう、その、だからそのテンションで言われると、ちょっと怖いの嫌なのすごく怖いの。ほら、ハルさん先輩だからね。一応先輩だよ。いつの間にかもう7年になってたね、ホストってね。そう、ハルさんね、結構長いんですよ。7年ね。言うとどんぐらい？俺は、もうすぐ3年目ね。もうすぐ3年目な。まあまあ、ぼちぼち。ぼちぼちでんな。僕はもうすぐ3年だね。はい3年目って、3年目って言うから分かりづらくなったじゃん。あ、もうすぐ3年ですね。はい、違う違う、もうすぐ2年でしょ。いや、俺もう2年やってます。え、そうなの？4年ですよ。え、マジで？おい、やべえやべえなんだその顔は、お前なんなんだよ、やりづれえよすげえやりづれえよ。あ、インカムでね、インカムでこれは面白かったってことある？あー、インカムでこれは面白かった。あー、なんだろう、俺1個あるわ、そしたら。1個ある、うん、インカム、あの、インカムあるあるっていうかね。インカムあるあるで、あんま皆さんでもインカムってね、あんましないでしょ。で、しかも多分内勤しかしないからね、インカムはね。あ、でも俺もパチンコの時やってました。マジ？はい。じゃあそれのあるあるだとほら、ちょっと一応ホスト番組だから、ちょっと今度じゃあ僕はけます嘘だよなんで機嫌悪くなったんだよ。いやさ、でもさ、すごい聞こえづらいじゃん。聞こえづらい。で、聞こえづらいのすごいみんな、俺もつけてたの分かるんだけど、あの当時、ナイキンが一人いて、多分みんな知ってる人もいると思うけど、フブキっていうね、本当にどうしようかなと思ったんだけど、フブキがインカムつけてて、で、まあ俺キャッシャーに行って、フブキつけ回しやってて、で、あの、ゆめさんもおめでとうです、ゆめさんもおめでとうございますって言うと、絶対に一発目に帰ってくる返しが何を言っても何すか何すかっていつも言うよね。何すか何すか絶対そう。そう例えばこのフブキって言っても何すか何すかって言うし、まあまあまあね、キャッシャー声って言っても何すか何すかって言うし、絶対言ってくるの、うん、そうで、お前ちょっと耳が悪すぎるとさすがにお前聞き取れなすぎて俺もイライラするから、うん、お前ちょっとまず耳やばいんじゃないのって話をしてたら、お前なんかじゃあ一回病院行ってきます、あいつ本当にバカだし、なんかこう素直なやつだから、
行ってきますって言って一回病院行って、耳鼻科にね、耳鼻科にね、そうで次の日出勤してきたら、ルンルンで出勤してきて、ハルさんやばいっす、マジで耳の通りマジ良くなる、マジめっちゃやばいっす、あれなんだろう、耳の通りってなんだろうめっちゃよく聞こえるようになる、こんな耳って聞こえるもんだったっすねみたいな、めっちゃテンション高くして、おいいよいいよ、そうで、あの見てくださいっつって、こうおもむろに財布からちっちゃなパケ取り出してはい、何かと思ったら僕の耳くそですこんなでっかい、本当になんか本当にあれでしょ、パチンコ玉ぐらいの耳くそ入ってたんでしょ、そうそうそう、本当にでっけえ耳くそ入ってて、いやこれマジらしいよ、これマジでマジで、いやすごかったね、だからもうそんで、だからもうびっくりして記念に持って帰ってきたんだ、そう記念にめっちゃ欲しいよ、取ってもらった耳くそ記念に持って帰る、そうそうそう、めっちゃおもろいやん、ただ聞いてください、すごい、なんか来る途中に警察に声かけられて、で職質されたんですけど、持ち物全部見られて、財布なんかパッて出して、これ見られて、これは何だって言われて、いや、耳くそですって、バカにしてるのかって。めっちゃ怒られたらしくて。いや、まあでも、でも、ふぶきさんからしたらね、その内勤からしたら、もうだって耳くそだから。そう、耳くそだからね。いや、本当なんですよ。そんなわけねえだろ、お前。なんでお前耳くそなの持ってんだよ。ってなるからね。耳くそ。そうそう、でも次の日からだってあだ名が耳クソでしょ、次の日は耳クソで、当然のようにその日の営業インカムつけて、ふぶきふぶき、なんすかなんすかもう癖でもうダメなの、全然ダメなの当たり前かのよ、全然ダメなの、うん、まあでもここで言うのもね、ちょっとねあれなんだけど、最近社長何言ってるか全然わかんない、あーそれは正直めっちゃわかる、全然なんかわかんない、これ多分お前内勤もしやることがあったら多分きっとわかる、本当にこれ見てないことを願うけど、いや本当に願う、いやでも大丈夫だよ、きっとがっつり見てたらどうすんの知らねえ、店で店でこうやってたまにこうめっちゃ大笑いしておい、もうだとしたら俺帰ったら怒られるだとしたら怒られるわ、これまずそれで何今日何テキーラなの今日テキーラすごいテキーラ来てますよ、うん、あ、違う店の電波拾っちゃって会話丸聞こえな特技あるあチャンネルたまになんかこう店の外歩いてる時はあるよね、たまにね入っとく、あ、そうそう、たまにね、あのインカムつけたままね、あるけども、あとなんか上の階のお店のあのマイク拾っちゃうことある、あのマイクが、しかもあれなんか綺麗に聞こえればいいんですけど、ブツブツ、そうブツブツだから上のシャンコのメインとかなんか急にボーンって店に流れてるうわーほーほー、シャコ、社長ディスってます、やめろインカムだよね、あ、ホストあるあるね、ホストあるあるか、ホストあるあるだ、ホストあるある、なんだろうね、なんだろう、ホストある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 、ホストあるある、ホストあるある、はい、ホストあるあ る, あ る, あるデブと言われる、それ違う、ね、お前それはお前個人的なあれそうか、ホストあるある、なんだろうね、いや、わかんないよ、みんながわかるよ、え、だってさ、ホストあるある言ったところで、だってホストしかわかんないでしょ、笑ってくれるのホストの方々、え、じゃあ俺が死んじゃった時は、もうあのブサイクにつく、あホストあるある、じゃあこれから来てやばいっすよ、めやこさんこれから来ていただける初回の方々が、あ、めやこさん絶対、あ、私ってブスなんでいや、俺つかんから、いや、つかないからだけど、いや、違うの、なんか、違うのさ、あの、なんつうの、可愛い子だって俺のこと好きにならないんだいや、これ見てる俺のお客さん、ほんとごめんな宮古、田中めって聞きました、いや、ほんと申し訳ないんだけど、違うんだよ、なんか可愛いそれはやばいわ、それやばいでしょ、それはやばい、でもちゃんと言うから、俺自分のお客さんには、いや、まあ、ぶっちゃけ中の上だよ、お世辞つけてっていうぐらいな、これふわっと言いますよ、ただなんかその新人の頃にブサイクほどガッツケって言われるからね、なんか言われますね、わかんない、俺一言も言われたもん、本当に、はい、それはだってあれだよ、前にブサイク取られちゃったら俺がつくブサイクいなくなっちゃうからな、あ、それはなるほど、そうですよ、策略だったんですか、策略だよ、だからみんなだからね、可愛い子の方にこうつけといて、なんか俺がこう全部持ってくみたいな、うん、そういうやつですよ、本当本当ごめんな俺のお客さんたちでもそれもそれね、そういうことなんですよ、結局だから、なんつうんだろうな、自分が可愛いなって思うと俺あんまり喋れないしね、
んまり。それはすっげえわかる。なんだっけ、なんか大好きな AV 女優が来たら一個も喋れなかったって誰だっけ、誰だっけ。 AV 女優ではないけど多分俺かもしれない。なんだっけ。あのね、もうほんとでも5年前ぐらいかな。5年前ぐらいに俺すごいタイプで狭いのね、めっちゃ狭いくてすごい B 線 B 線だって言われるじゃない。B 線って言われるじゃない。すごい B 線だと自分では思ってないけど、あの本当にドンピシャな子が来た時に席つかなかった。意味わかんないですよ。席つきたくなかった。いやだからもう恥ずかしすぎるな。そう、見てるだけでいい。そうだからもう変な話、もうだからなんつうの、中3の女子みたいな、わかる。え、ハルさん出す。そうみたいな心なの。遠くから見てるだけで。そうで、たまにでもね、知ってる俺のこと見て、いやもうちょっと目合わせらんないみたいな子いんのよ。ああたまに、いやもうかっこよすぎるっていうやついるのね。病気ではない。そう、病気ではない。病気ではない。でもだから逆に、だから俺信じれないけどね。ああだから それただきっと嘘なんだろうなって思っちゃう。笑いながらですか。何なに。ありがとうございますって思う。嘘つけば帰ろうって。見れないわけなくない。どうなの。まあない、いますよね。え、俺はないですよ。だから見れないわけないのに、なんかこうやってこう普通に喋ってると、いやもうかっこよすぎてダメ、タイプすぎてもうしゃべ、あの目見れませんっていうやつたまにあるよ。本当にきっとキャバ嬢でやったら多分俺お金使っちゃうと思う。そんなことも全然使っちゃうよ。なかなかない。言われたらお金使っちゃうから結構弱いね、それ、うん、何なの今日。テキーラをお茶のように飲む意味は。そうなんですよ、結構ねお酒僕好きだからね。なかなかもう春はもう固くなりテキーラ今日嫌がったけどね。飲んだよ。でも飲んだね、うん、ちょっと飲んだよ。ほらちょっとほら、あ、ゆうともかっこいいってよ。あすー、ああ今更ですが春が調子に乗ってきました。いやこっからなんだけどね。こっから先はちょっと、ね、そう残り15秒になっちゃってるからね。もうね、こっから先はちょっとお店で、あとは店行って黙るだけです。黙るだけやばい。やばいだけです今日は。ね、本当に、あ、消えたけどこれ大丈夫。あ、10秒前ね。さあ、ということで、あとね、あの宮子さんってマジで本名田中です。激アツのシェルフェドルだ。イエイイエイキュインキュイン、テイショッツショッツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。